また生倉だ。金サジの太刀とやらを持つ獅子丸に会えるのはいつのことやら。恨みの魔剣オロチジュニア。獅子丸たち3人は大魔王ゴースンの手がかりを追うために今思い出のふるさと飛騨に帰ってきた。飛騨の山里、そこは三人の育ての親であり恩師でもある家臣小路がゴースンの派遣した第一の使者オロチによって殺された土地でもあった。あいつオイラの友達のカラスだ。まさか。本当だよ、オイラにはちゃんと鳴き声でわかるんだ。おいゴンベ、コスケ様が帰ってきたぞ。はるばる帰ってきたんだ。挨拶がないってのは冷たいぜ。コスケちゃんよっぽど嬉しいのね。コスケ行くぞ、お師匠さんにご挨拶してからだ。獅子丸たちは家臣小路の墓に向かった。だが三人はゴースンを倒した時に初めて家臣小路の弔いを出すことを誓っていた。仮の粗末な墓は荒れ果てているに違いなかった。いや、驚かしてすまん。怪しいものではありません。私たちはその墓の人にゆかりのものです。この花はあなたが手向けてくださったのですか。はい。それはかたじけない。私たちは家臣小路を親と思い人を仰いで参ったものです。私は獅子丸。私は沙織。おら小助、お姉ちゃんはゆいと申します。あなたはなぜお師匠様をご存知なのですか。実は家臣小路様の書かれた覚書を見て。お師匠様の覚書。はい、私の父は家臣小路様とは古いお付き合いで何でも一緒にインドに渡った仲だとか。それではジャラモンの。ユイ殿、そろそろ行きましょうか。はい。それではこれで。あの人は一体何者だろう。ただの娘さんにしか思えないけど。お師匠様の覚書。ゴースンの手上がりがつかめるかもしれない。これもお師匠様のお導きかもしれないね。昨日お師匠様が死んだ。今日ドクロが襲ってくる。明日また雲がちぎれ、三人に吹く風は牙を剥くだろう。だけどだけどだけど、負けるな獅子丸忍者の子、沙織小助。
あのユイという娘、きっと何かを知っている。もし娘が知らないとしても、ジャラモンに渡ったという父はきっと何かを掴んでいるに違いない。沙織、小助、行くぞ。家臣覚書を何としても手に入れるんだ。はい。怪人オロチジュニア、家臣小次を殺して獅子丸に撃たれたオロチの子供である。彼は片身の半月刀を研ぎながら片時も父親の仇ライオン丸を忘れることができなかった。そして今、オロチジュニアのもとに獅子丸たちがヒラに着いたことが報告された。一足遅かったか。しかしまだこの辺りにいることは確かだ。おばあさん、ユイという娘さんを知りませんか？へい、毎月月替わりに墓参りに来られるが、一つは何でも家臣小次の墓に、もう一つはお母さんの墓へとか申しておりました。へい。そのお母さんの墓はどこにありますか？確かこの裏手の円仁寺とか言っとったが。円仁寺か。おぶうでも。いや、ありがとう。あそこだ。待っていたぞ、獅子丸。お前は？お前に敗れたオロチの息子、オロチジュニア。親父の仇、覚悟は？私に任せて言うと終え。はい。いられない。立てよ、光よ。忍法支援が
ライオン丸剣山クイベイ隠してるんだわ。ユイさんはさっき確かにこの家に入ったんだもの。子供だから安心するかと思ったら考えが甘かったようだな。ごめんください。何者だ。お嬢様に頼まれました布と糸をお持ちしました。よし入れ。あの部屋だ。ごめんください。布と糸をお持ちしました。本当に驚きました。無茶なことをなさる人がいるものだと。今日は父が留守だからいいですが、もし見つかったら大変です。何しろ私の父は人間嫌いで。どうあってもお師匠様の覚え書きを見せて欲しかったものですから。家臣小路様の覚え書きですか。私の父はそれは優しい人なのですが、この前私が何気なしにその覚え書きを見つけた時、その時の父の顔の怖かったこと、私は見てはならないものを見てしまったのですね。中には何と。いえ、すぐ父に取り上げられてしまいましたので。にゃーにゃー。小助じゃないか。にゃーにゃー。小助ちゃん、だっておいらお腹減っちゃったんだもん。ずるいよ、自分たちばっかり食べて。いただきます。うめえ。面白いおちびさんだこと。おゆい殿、怪しい者が忍びった様子、お気をつけください。わかりました。私あの人大嫌い。母が死んで
あの人がこの屋敷に住むようになってからは気味の悪いことばかり。今日はあの人がいてダメですが、明日すすきが原へおいでください。その時に必ず覚書をお持ちいたします。本当ですか？ええ、必ず。明日すすきが原。よし。謝るな。オロチジュニアに話があって参った。オロチジュニアのところへ案内しろ。獅子丸が明日すすきがわらに参ります。何？獅子丸が？及ばずながら私も貸せよ。黙れ！けが！おお！おろし！けが！身の程知らぬやつ、オロチジュニアに貸せはいらぬわ。シマル、今日こそ決着をつけてやる。ノーバーズ。はい。シミ、体中切り刻んでやる。ふっ。まで焼き殺してやるわ。よっと来い。風を、光を、支援軍。ライオン丸剣山こしゃくな。えいと正義の祈り、暴れしし丸ライオン丸日本の平和を守るため、韓国魔人を引きつけろ。オロチ幻に丸かー
スン様。親父。ゆい。お父様。わしが猪俣比企右衛門です。獅子丸と申します。訳あって家臣覚書を見せていただきます。おお、家臣覚書。どうぞご覧なさい。では。違うわ。獅子丸さん、一緒にお越しなさい。司祭をお話ししましょう。家臣覚書を隠しているというこの比企右衛門とは果たしていかなる人物であろうか。善か悪か。飛騨の雲行きはますます怪しさを増していくのであった。